い、どうもこんにちは、カンタです。今日は次に引くべきガチャ候補のエキサイティングプレイヤーのガチャはどのような人が引くべきかについて解説していきたいと思います。まずこのガチャは過去の動画で無課金が引くべきガチャである一つに位置づけて紹介したと思うんですけど、紹介した通り無課金は基本は引くべきではあるんですが、あることを目指す人、または初心者であることに重点を置きたい人はスルーの選択肢も入ってくるので、まあ、最後までね見ていってもらえると嬉しいです。まずエキサイティングプレイヤーのガチャは6月に登場します。ガチャのシステムは第1弾第2弾と登場し、それぞれ30連目 S 確定、60連目自チーム S 確定となっています。この自チーム S 確定があることが無課金がこのガチャを引くべき要因の一つで、限界突破がしやすいかつ狙いの選手を確定で取れるという条件が重なるのが、まあ、このガチャの素晴らしいところです。その利点の一つの好きな選手が取れるというのは、まあ、60連を引く大前提となっていますので、60連を引けない方はスルーとなっています。では本題に入ります。60連引けるにもかかわらずスルーの選択肢も視野に入れるのは、無課金である1点の時期に強化してリーグ覇王でより高い順位を狙いたい人です。なぜリーグ覇王でより高い順位を狙いたいならスルーも選択肢のうちに入るかというと、今はシリーズ1の選手が登場しているわけなんですけど、この時期は無課金が課金している方のチームスピリッツに追いつくことはありません。ただシリーズ2が登場するとアニバーサリーや選択契約書付き福袋などの無課金が引くべきガチャが立て続けに出るため、ある程度主力選手の限界突破用の A ランクを持っている方ならガチャの引き次第では課金者の人とのスピリッツ差がなくなるので、シリーズ1と違いリーグ覇王でより高い順位を狙えるチャンスが出てきます。なのでシリーズ1の確実性のあるエキサイティングプレイヤーのガチャを引くよりも、シリーズ2のワールドスターなどのギャンブル性のあるガチャを引くなり、ランキング走ったりに使ってシリーズ2に一気にね強化するっていう考え方です。ただこのやり方を取ると1年間覇王に居続けるのは結構難しくなってくるので、個人的にはエキサイティングのガチャを引く方をおすすめします。中にはリーグ覇王はずっと入れるとかそういうの必要ないから、まあ、一瞬ねめちゃくちゃ高い順位行きたいとかいうね方もいると思うので、まあ、そういう方向けにスルーという選択肢もあるよっていう お話でした。続いてスルーの選択肢もあるのは、無課金でまだオーダーが全員 S ランクの選手で揃っていない人で、リアタイを重点的にやっていきたい人です。なぜスルーもありかというと、リアタイはまずやり込むことで上手くなるので、そもそも S ランクが揃ってない戦力ではスピリッツ負けしてしまって、まあ、戦いにならず上手くなるのを妨げてしまい、その期間が一番もったいないので、本当にリアタイを早く上手くなりたい方は何万ダウンロード記念とかで来る福袋なんかで S を大量に確保して、とりあえずオーダーの野手を S ランクで埋めて試合をやりまくるのがいいと思います。以上です。いかがだったでしょうか。スルーの選択肢がある人を今は紹介したんですけど、無課金の方は基本はこのエキサイティングのガチャは引くガチャになってますので、まあ、今からはそこまで頑張ってエナジーを貯めましょう。ということでこの動画が良かったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方も見ていってもらえると嬉しいです。はい、ということでやっていきたいと思います。先発は金子さん対アルバースさんです。でね、なんかプラチナさんで30戦やったら防御率が死にました。まあとりあえずねやっていきたいと思います。スプリット入りで、いやーなんか皆さんが上手くなったのか蛇行到底になったのかよくわかんないんですけど、まあとりあえずね、まあ、直近30戦の成績なんで気にせずね、まあ、打撃はいい感じなんでやっていきたいと思います。ってことでね、割といい当たりされたあとは通信も続けると、相手はねもう来ないだろうと思ってるはず。 OK、 よーし、ツーアウト。いやー撮影の時ポンポンアウト取れますね。なんかさあストレートで、さあしつこくね直球系をしつこくいくと、これは OKOK、 さあしっかり攻撃していきます。アルバースさん久しぶりですね。前までねよくリアタイで見たんですけど、さあ打ってこう。よーし、基本はねツーシム狙いで、まあ、ツーシーム意外に動くんでね、そこだけ。オッケー、よしよしよし、いい感じですね。打撃はいい感じなんですよ、マジで。いやー、ピッチングはほんとね、ちょっと、皆さんが上手くなってるんだと思いますけど。オッケー。さあ、とりあえずね、このストレートツーシームの投げ分けですよね。あと今のカットボールは狙い目なんですよね、ほんとは。おー、いいですね。オッケーで勝負していきます。オッケーオッケーオッケー、から消して大丈夫。さあ何で来る。よーし、オッケー、
よし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 、まあ、ツースリーからねボール球投げてこないだろうと思って、まあ、ツーシーム投げられたら終わってますね今のは。さあギータさん頼みます。よしオッケー、よし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 、いやーでかいですね、3点はでかい。つか今のねピッチング状態だとちょっとね何点あっても足りないんで、もう取れるだけね点数取りまくります。いやーこれはおー抜けるか、若干カーソルずれたんですけどね。さあピッチャー交代山安さんと、まあとりあえずねまあツーシム狙いは変わらずで、大きい方のおーフォーク入るうまいですね、大きい方のねツーシームをいかに見逃せるかですね。よし OK、 さあさあいい感じいい感じ、いやー打たんでよかったな。まあストライクかな、でも今のは、まあでもね今のは見逃していいんですよね本当は。さあツーシーム狙い、よーし OK、 フォークは反応と、はい、ということで2試合目やっていきたいと思います。千賀さん対大野さんです。まあ、千賀さんね、まあ、A ランクなんで一応、まあ、打ちづらいとはいえね A ランクなんで打っていきたいと思います。さあ打っていこう、ツーシーム狙いで、おーめちゃめちゃ甘い、甘いけどカーソルが合わなかった。 OK、 基本ツーシーム狙いでフォークは2ストライクまで忘れる。よし OK、 さあさあさあ、いやーやらかしたな。いやこの方意図的にあれですね、真ん中のところに投げてますね、フォークを落とす場所なんでそこに投げるとね結構打ちづらいです。よし OK、そう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 、切り替えをねしっかりしていくと、よしとりあえず2の1と、さあさあさあ打っていこう、さあ何で来る、おーマジか、さあ外野前進してるんで OK、 まあ多少捉えれば飛んでいくと思うんでね、超えていくと、よーし OK、 よーしでかい、先制点はでかい、やっぱ真ん中の高さだけ打ちづらいって感じですかね。よーし完璧完璧ですね、よしよし、バッティングが調子いいんだよ本当に。さあさあさあ、あーやばい、そのスラーブが打てない、めちゃめちゃ甘いのに。よし、あーアウトか。さあしっかり抑えてきます、大野さんですね。大野さんはフォークをね初球ストライクゾーンにも入れるぞっていうことを初球に示しておきます。 OK、 これでねあとはツーシームをそこら辺のね中途半端たくさんに投げとけば、まあ、フォークとね錯覚してくれると。 OKOK、 でまあ多分ねこれ続けてこないだろうと思ってるんでもう一球いきますと。おお OK、でまあ、そこそこいい当たりされたんで、まあ、速い球を、ね、これでもかってぐらい続けると、でストレートを混ぜる、よし OK 完璧、よししっかり打ってきます。なんか配信内だと抑えられますね、多分配信外だと多分、まあ、知らない間に投球テンポ速くなったりして雑になってるのかな、まあいいやそんなことどうでもいいんでしっかり打ってきます。あーいいコースですね、ギリギリ、よし OK、 おー取られるか、嘘、何がいけなかった今のは。あーやらかした。さあ代打鈴木誠也さん、いやーちょっとこの回無安打だと打率が一気に下がりますね、ちょっと OK、さあツーシーム狙い、よし、うん、さあうまいですね。さあツーシーム、あーくそー正面か。さあしっかり抑えていきたいと思います。まあ冷静にやれば抑えられるはずなんで、さあツーシーム、まあ、初回合ってなかったんでね OK、 でツーシーム、ここのボールストライクのツーシームを混ぜていくと、いやー少し甘いなーってホームランになる。いやなんでこれなんですよね、最近めちゃめちゃ打たれる、
前まであれホームランなんなかった気がするんだけどな。さあ、オッケー、まあ打たれた後に、さあフォーク、よし。でまあどうしよう、ストレートをまあボールに投げて、これはツーシームだったらストライクの場所。でまあ仕方ないんで、もう打ち取る確率が一番高い中途半端なたくさん投げる。いやーマジで抑えらんない、なんで。いやまあまあまだ1点だからな、まあでも言うて。さあさあピッチャー変えます。さあ山岡さん、もうとにかく山岡さんに頼るしかない。あー大ピンチ出ない。いやもうこれ勝負のドロップカーブですね。よし、オッケー。でもまあ若干狙ってる感じあるんで、縦スラ、まあボールになっちゃったらそこで逃げると結構打たれやすいんで続けると。おー、いやまあちょっとしつこくいきます。他の球種だと打たれそう。よし、でこれでボールに投げて、これよーし完璧。よし、さあランナー食べたくないんですよね、敬遠したいんですけど。さあスラーブ、スラーブ振るか確認。あんま、めちゃめちゃ甘かった、今一瞬終わったと思いましたね。さあ引っかかってくれたんで、もう一球。 OKOK、 これ十分意識したところで縦スラ行くと、インコースに食い込むやつ。 OK で連チャンで投げて高さを変えると、よし OK。